はい、近藤陸上さんの五色、サイズが16センチです。はい、お願いします。はい、まあ、こちらの五色ですね、もうどうですかね、7割、8割方、決まってきてる状況ではないでしょうか。ベニスの方も照りがあってですね、本当に、いい模様をしております。まあ、こちらの鯉ですね、本当にぜひ品評会に使ってもらいたい一匹で、うちの中でも今一番出来の早い鯉じゃないのかなと思って、出品してますんで、まあ、本当に品評会やられる方おすすめの一匹です。はい、本当にもう一仕上げしていただいてね。そうですね、はい、もう少しサイズを、まあ、少し大きくしていただいて、はい、秋20分なんかで出してもらうと目立つ鯉じゃないでしょうか。それでは横の方もお願いします。このさ、はい、本当に昨年以上に五色できてるんですね。昨年は全然できんかったものですから、確かに東西園の出品も少なかったですね。そうそう、五色失敗しちゃったもんで、まあ、今年はもう昨年よりも間違いなくできてます。はい、もう半サイズ上げてもいい感じがしますね。そうですね、多分今度これが流れる頃には1センチとか、まあ1センチちょっと伸びてるんではないのかなと思います。はい、ここから仕上げていただいて20センチぐらいで終わらせていただきたい。非常に仕上がりのいい声なので、五色、綺麗な五色お探しの方、さっき品評会で遊んでみたいと思っていらっしゃるお客様、ぜひ注目してご覧ください。仕上がりで言えば今回の中は、ね、そうですね、一番今できてきている鯉ですね。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いします。お願いします。